ラーノジー・ラーオ・シンディアは、インドのマラーター同盟、シンディア家の当主。ラーノジー・ラーオは、もともと、マラーター王国の首都サーターラー付近のパティールであったが、その家系自体は、バフマニー・朝以来続く名家であった。1723年、マラーター王国の最小バージー・ラーオが、マールワー地方に遠征した際、その武将として随行し、指揮官として務めた。 1731年には、ウッチャインに拠点に、独自の勢力を保持するに至り、最初から功能を送る代わりに、サルダールとしてその領土の世襲を認められた。1745年7月19日、ラーノジー・ラオは死亡し、息子のジャヤッパー・ジー・ラオ・シンディアが当主位を継承した。ラーノジー・ラオは二人の妻との間に、ジャヤッパー・ジー・ラオ・シンディア、ダッター・ジー・ラオ・シンディア、 ジョーティバー・ラーオシンディア、トゥコージー・ラーオシンディア、マハーダー・ジー・シンディアといった5人の息子に恵まれた。しかし、1761年までに、マハーダー・ジー以外は皆死亡しており、1827年に、マハーダー・ジーの養子で、ラーノー・ジー・ラーオの彦にあたるダウラとラーオ・シンディアが、死亡した時点で、その血脈は、途絶えるところとなり、当主意は冒険へと移った。ありがとうございます。